どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。使っていきましょう。カーリーですね。ユニークスキルがいい感じではないかと思うんですよ。パーティーの物理属性のスキル適性が高いほど自身の物理属性スキルのダメージが上昇するですね。物理系でダメージが上がるってなかなかいいかなと思うんで、ちょっと使ってみようと思います。そして、ステータスは魔力以外を999ですね。で、耐性もね、いい感じなんですよ。やぶさめか皆殺し。これを抜いてしまえば、すべての耐性がつきますので、まあ、それもカーリーは使いやすいところではないでしょうか。はい。まあ、とりあえずこんな感じでやっていきましょう。それでは、レベル999の敵ですけども、セーフティーです。ダメージを測るだけなんでね。まあ、とりあえず、サタン、エイシェと共に、物理適性が最大まで上がっております。でも、スキル自体は、攻撃力とは関係ないので、まあ、それなりのダメージっていうところではないでしょうか。刹那でいきますね。まあ一発5000ちょい。5000ちょい。だね。うん。一回の攻撃で、26000ぐらいのダメージを与えることができます。エイシェとも同じくだね。スキルは攻撃とは関係ないので、一発5000ちょい。まあ、クリティカルが出やすいんだよ。エイシェとは。クリティカルが出やすい。ではカーリー、気になるところだね。普通だったら5000ちょいのところがどれぐらいいく。あ、主人公も物理適性は最大まで上がってます。いるよ。お、これは結構上がってない？ 30% だ。 30%だよね。うん、物理攻撃力が 30% 上がってます。あー、なるほど、いいね。いや、でも4人とも物理っていうことがあんまないんで、うん、まあ3人物理っていうことはあるか。一回ちょっとエイシェトを抜いてみて測ってみようか。今のが6000ちょいね。6000ちょい。まあ、大体エイシェトじゃなしに、まあ、ベルゼとかを入れてるんで、これでダメージどれぐらいになる。全員物理適性マックスだったらば、ダメージが 30% 上がりました。さあどうだ。サタンが6000ちょい。7500。いや 20% ちょい上がるよ。全然強い。全然いい。おう、全然いいじゃない。普通にパーティー組むだけでダメージが 20% ちょい上がるっていうのであれば、いや、これは使えるぞ。これは使える。耐性もいいし。おう、まあちょっとね、 HP、MP が若干低いのよね。若干低いから、長期戦にはちょっと向いてないかもしれませんけども、いやいや、この火力はものすごく魅力的だよ。耐性もいいから、いろんなボスと戦っていけるし。カーリー、これいい。 OK、 まあ行きましょう。だいたい、まあ6000いかないぐらいでね。6000いかないぐらいのダメージでした。7000ぐらいかな。はい、ということで今日はカーリーを使ってみました。ユニークスキルの物理のノウハウ、これがなかなかいい感じですね。パーティー全員が物理適性プラス9だった場合はダメージが 30% 上がります。30% だからね、なかなか強い。で、3人が物理適性プラス9だった場合は、20% ちょっと、21% とか、それぐらい上がりますね。
うん。これ物理パーティー組むのであれば、カーリーはマジでありだと思います。うん。この皆殺しか、やぶさめ、どっちか、まあ、やぶさめかな、を抜いて、雷耐性を入れてしまえば、うん、耐性も完璧だしね。これはいいと思います。はい。ということで、今日はカーリーでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。